はい、どうも覆面ぼっちです。続いてはココミエシリーズになります。さあ、心の闇が出るかどうかちょっとわからないですけれども、開けていきたいと思います。今回のラインナップは、煉獄さんがまあ2種類あります。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、そして炎武と赤座ということで、無限列車編のラインナップになっております。全8種類。まずは炭治郎です。寝てますね。これはあれですね、炎武の血鬼術にかかってしまった時の炭治郎になりますけれども、デザインに関してはもう申し分ないです。僕はもうこのシリーズはもう前から好きだと言ってるので、はい。そして裏面になります。いつだって兄ちゃんはお前のことを思っているから、目覚めろ、起きて戦え、たくさんごめんと思うよ。後ろはね、やっぱり読めないです。読めません。うわーとか書いてあるのかな。やっぱり見えない。ほんとね、ふらっと立ち寄ったところ、書店もそうだし、コンビニ、スーパーもそうだけど、どこもかしこもね、鬼滅鬼滅でね、すごいよね、ほんとにね。スルーしようと思ってても手が伸びちゃうみたいなね。やっぱり買っとこうかなみたいなね。もうすごいよね、社会現象だよね、ほんとに。ブームが去っちゃうんじゃないかとか、なんとかって、去ったらどうなるんだろうとかね、言われてますけど、巷では。僕はね、これ未来永劫続くんじゃないか。ドラゴンボール的な感じで続いてくんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっと昔は思ってたんですよ、最初にね、ガーってブーム来て、いずれ廃れてってしまった時、リサイクルショップとかなんとかっていうので、多分今まで売られてたものがもう叩き売りぐらいな感じで、バーってこう商品が並ぶ日が来るんじゃないかなとかね、いろいろそんな淡い期待を寄せてましたけど、まあこの感じ見るともうないね。ない。はい、そんな感じですけど、禰豆子になります。これはあれかな、寝てる炭治郎に対して起きてっていう感じで、あの怒ってる時のシーンの禰豆子だとは思うんですけど、可愛らしいですね。禰豆子ちゃんは俺が守る、まあみんなを起こせ、なでなで、なでてもらいたくて、寝てる炭治郎の手をこうね持ってって、頭をファサファサって触ってもらったけど、炭治郎は寝てるのでね、ポトンって手が落ちて、わーってこうやって怒ってましたけど、はい、その時の禰豆子ですかね。いいね、なんか無限列車編が再現できますね。皆さんはあれですかね、仕事もそうだけど学校も楽しいですか。楽しく行けてますか。まあ学校はあれかもしれないけど、仕事なんか楽しく行く人なんかいるのかね。本当にね、まあ、仕事にやりがいを感じている人はいるでしょうけど、なんかね、なんかね、通勤途中もそうだけど、仕事終わりに車走らせていく時もそうだけど、やっぱいろんなね、人たちとこう行き交うわけですけど、みんななんかいろんな思いを抱えながら仕事に向かってんのかな、学校に向かってんのかなとかね。思いながら、ああでも僕だけじゃないよなとかね、いろいろ思いながら、わかんないよ、わかんないけど、なんかね、そんなことを思いながら、自分だけじゃないと思いながら、なんだろうね、なんかさ、仕事をさ、やめてもねえ、この年だしさ、なんかでもどこ行っても一緒だよなんて言われるしね、どこ行ってもあるよそんなことはみたいなね、
まあいいか、ちょっといかんわ。いかんわ、もう仕事、まあいいや。はい。前逸になります。いいですね。これも血気術にかかって寝てる前逸になりますけど、ねずこの夢を見てた時のね、前逸になりますね。うふって、うふふふって。俺がおんぶしてひとっ飛びですよ。川なんて、お任せくださいな。夢の中に入ってきた男に対してですね。ここに入ってきていいのはねずこちゃんだけなんだよって。すごい面白かったですけどね、あのシーンは。人間関係とかね。学校でもそうだけど、仕事でもね、あるんですよ。いろいろ。やっぱね、まあ、当たり前だけど、これだけね、多くの人間がいればね、本当に不思議とね、いろんな考えの人がいるわけですよ。いろんな性格の人がいるわけですよ。そう。だから別に自分がまともだとかそういうことじゃないんですけど、なんだろう。何が言いたいかちょっとわかんなくなってきちゃったけど、不思議だよね、人間って。こちら、伊之助になります。まあ、伊之助も縁無の血気術にかかって眠っている姿になります。ぐっすり眠ってますけどね。まあ、後ろは、探検隊、探検隊、俺たち洞窟探検隊。まあ、まさにあの映画のあのワンシーンですね。どうした古文その1その2。ついてこい、古文その3。へい。いいですね。はい。伊之助になります。どこだったかな？アニプレックスさんだったかな？ UFO テーブルさんだったかな？ちょっと忘れちゃったけど、ちょっと商品名が出てこない。けど、このね、伊之助の夢の中の、あの、ワンシーンを切り取ったね、グッズ、買ってます。あのシーンすごい好きだったんで買ってますけど、またね、グッズが届いたら、紹介したいと思います。はい。人って不思議でね、わかんないですよ。だから僕自身もね、他人から見たら、変な人間、変な人だなとかって思われてるかもしれないけど、本当にね、不思議とね、三者三様でね、本当にね、いろんな人がいるなぁと思って、意味深でしょう。意味深発言ですけど。なんかね、こうさ、みんなで一致団結して頑張ろうとかさ、そうやって言わなきゃいけないんですよ。僕は。立場上。でもね、やっぱりいろんな人がいるわけで。昔からね、人間観察がすごい好きでね、僕自身もね、こう、若い頃にね、いろいろこう、細かくは言えないですけど、いろいろこう、悩みを抱えてきた人間の一人ではあるので、若い子たちとかがね、ん？って、あれ？大丈夫かな？とかね、あれ？今日はちょっといつもと違うぞ、みたいなところはね、結構ね、敏感にこう、感じることができると思っているんですけど、そういった時にね、ちょいちょいちょいって、みたいな。大丈夫かい？とか。いろいろね、お話聞かせてもらったりとか、困ってることないかい？とか言ってね。いろいろね、アドバイスしたりとかね、相談に乗ったりとかね、いろんなことさせてもらってますけど、でもね、若い子たちは若い子たちなりにね、本当にね、みんなね、一生懸命なんですよ。何喋ってんだろうもちろんこういう時期だとこうね、新卒で入った職員だとかね、まあ中途採用の方もいらっしゃったりするけど、新天地でね、新しい環境で頑張る人たちっていうのは何かしらやっぱ不安を抱えたりしてる方たちが多くてね、やっぱね、どうしてもね、そういう方たちに対してはね、気になっちゃうっていうかね、いるじゃないですか。自分が若かった頃もそうだったけど、この人に別に話しても、何もしてくれねえしな、みたいなの、
だね、なんかそういう人たちにはなりたくないなと思ってね、そういう子たちのこう悩みだとか不安だとかっていうのは絶対解決してあげようと思ってね。全然あれですよ、いい人に見せようと思って言ってるわけじゃないんですけど、本当にね、そんなことしながらね、日々、駆けずり回っております、けど。でもね、本当にね、さっきも言ったけど、若い子たちなりにね、自分のやれることをね、すごい一生懸命やっていてね、多分どこの職場でもそうなると思うんだけど、なんかね、例えばちょっとのミスだったりとか、失敗だったりとか、っていうのをね、なんかこう、頭ごなしにね、これは違うよとか、そこ違うでしょとかね、まあそういう時代もあったんだろうけど、僕はちょっとそれは違うんじゃないかなっていうのは思ってて、やっぱりね、いつでも寄り添ってあげられる。まあもう特にね、若い子たちはそういう対応の仕方っていうのが必要なんじゃないかなって思って、僕はずっとね、そういう風にさせてもらってるんです。まあそれが良いのか悪いのかはちょっとわかんないけど、まあ、やべ、ちょっと自分語りしてしまった。煉獄さんになります。この煉獄さんも、炎武の血鬼術にかかって、まあ眠っている煉獄さんになりますけれども、裏面の方はどうなんでしょうね。やっべ、字が見えねえ。老眼だよ、これ。燃えるような情熱を胸に頑張ろう。頑張って生きていこう。寂しくとも。そうだよ。そうそう、本当にそう。お前には兄がいる。兄は弟を信じている。どんな道を歩んでもお前は立派な人間になる。心の炎が消えることはない。俺は決して、ははん、けない。やべ。なんか、偉そうなこと語っといて、漢字が読めねえっていう。なんか、学力の乏しさが露呈されてしまいましたけれど。新しい環境にこう、頑張って飛び込んできた人たちっていうのはね、やっぱりね、すごい大きな不安抱えてると思うんですよね。新卒のこう、若い子であれ、おっさんであれ、おっさんって言っちゃうかんな。こう、ちゃんと接してあげないとね、もったいない。そういう方たちのね、力がね、活かされないような環境にはね、してはいけないと思うんでね。いろいろ人を指導していく立場なんかの方々はね、ぜひ頑張ってこう新しい環境に飛び込んだ方たちをこう守ってあげられるような人になってもらいたいなと思います。僕自身はね、そんなにこう人とね群れるっていうのがあんまり好きじゃないタイプの人間なんですけど、声ぐらいはかけれるじゃないですか。それぐらいのね、ほんとそれぐらいの一言でもいいですよ、全然。まあ相手がどんな、まあね、どう思うのか、こいつうぜえなとか、このおっさんうぜえなみたいな思われてるかもしれないけど、ね、でもなんかそんな感じでね、なんか気軽にこう、ちょっと気にしてるよっていうぐらいの感じでね、声かけてあげれば、何かの時には、あ、ちょっとこのおっさんに相談してみようかな、とかね、思ってもらえたらあれだけどね。でも不安な時期だと思うよ、本当に。これ何の話だろう、これ。まあね、そう、まあ僕はね、そう、もうね、あのね、煉獄さんですよ、煉獄さんのね、俺は俺の責務を全うするって、あの言葉をね、まさしくもう本当に、わ、ここ書いてある、書いてあるけど、ちょっと、はい、煉獄さんになります。ちょっと僕このね、片目が潰れちゃった煉獄さんはちょっとね、あんまり痛々しくて思い出しちゃうんであれなんですけど、まあかっこいいよね。うん、かっこいい、かっこいい。俺は信じる。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。すごい信念ですよね、本当に。俺は俺の責務を全うする。よもやよもやだ、胸を張って生きろ、心を燃やせ。
あのね、この煉獄さんの言葉っていうのはね、本当にね、多分いろんな人たちをね、これ救う言葉じゃないかなとね、本当に思うんです。自分も仕事をしててね、冗談半分で、あの、こんな、こういうことを結構言っちゃったりする時もあるんですけど、俺は俺の責務を全うするから、頑張ってくるから、上司に掛け合ってくるから、みたいな。それが俺の責務だから、みたいな感じでね、言っちゃったりはするんだけど、でもね、この言葉ってね、本当にすごいなって思うんですよ。結構勇気づけられる言葉だと思いますよ。この煉獄さんの生き方っていうのは本当にね、映画無限列車編を見たりとか原作読んでからね、ちょっと自分の考え方が変わったっていう。この動画大丈夫ですかね。お、なんかこのおっさんの一人語りの動画になっちゃってるけど、大丈夫ですかね。僕もね、そんなにね、あのメンタル的なものに関してはね、めちゃめちゃ弱いんでね、いろんなことでね、挫折したりとかね、多々あるんですよ。本当に開き直りも時には必要だよなんて言われたこともありますけどね、開き直れる性格ならいいけどね、あのそんなやすやすとね立ち直れる人間じゃないんでね、それもそのそれこそいろんな人がいるんでね、そう言うのは簡単なんですよ。簡単なんだけどね、それをね実行に移すのはね、ほんとその人次第というかね、僕自身はねメンタルはすごい弱いけれどもとか、自虐的になったりとかね、いろいろするけれどもですよ、だからこそですよ、だからこそそういう、また話が戻っちゃうね困ってる人たちの気持ちがまあよくわかるっていうことなんですよ。こちら演武になります。高骨な表情ですね。これ初めてこれココミエシリーズで登場しましたね。はい、演武になります。まあ造形ももう文句なしですね。他のキャラクターのコンセプトとしっかり合ってますね。違和感ないです。横文字ですね。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。人間の歪んだ顔が大好物だよ。似てねえな。落ちていく夢の中へ。はい、演武になります。これいいね。なんかあれですね、今回はあの心の闇を解放していくとかっていうよりも、なんか趣旨が変わってきちゃった趣旨が変わって人生観を語るみたいな感じものになっちゃったかな。このココミエのおかげかな。まあでもね、本当にね、あんまりね一人で悩みをね抱えないようにというか、抱えちゃう人もいるんでね、だからそういった方をねパッてこう察知できるやっぱ能力がね、人を束ねる方ではね持ってないと僕ダメだと思うんですよね。自分もあるかっつったらあれだけど、それにはねやっぱ常日頃ねいろんな方をね観察する、気づく能力みたいなね、気づき、あれはね必要じゃないかなって。だからそういう上司になる人たちとかにはねそういう力が必要なんじゃないかなって。ただ仕事ができるだけでとかね、ごますって上に上がっていってみたいなね、そういう人よりもですよ、僕はどっちかっていうとそんな人間よりもどうしていいかわからない人たちをこう引っ張り上げてあげられるようなね人になりたいと思ってるんでね、とか言って来月仕事辞めたりしてね急に退職しますとか言って赤座になります。まあ赤座もかっこいいね。
これも、今回初めてココミエシリーズでラインナップされたキャラクターになりますけれども、うん、まあこれもまあ文句なしでかっこいいっすね。うん、弱い人間が大嫌いだ、鬼にならないなら殺す、やはりお前は鬼になれ教授郎、死ぬな教授郎、鬼になれ、鬼になると言え。あ、ここに術式展開って書いてありますね。術式展開をしましょうか。術式展開破壊殺らしい。ああ素晴らしいですね。ということで、鬼滅の刃ココミエアクリルフィギュア5の方、無限列車編、こちらを全種類開封させてもらいました。はぁ、なんかやばい、いろ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 変なこと語っちゃったなこれ。どうしよう、どうしましょう。これはドロドロしたものっていうよりもな、これはアップしてもやばい、やべえ。はい、まあでもね、まあ嘘じゃないんでね、もうこれがあの本心なんでね、まあこれを思いながら日々まあ仕事をしてるわけなんで、まあ別に嘘偽りはないんでね。そうなんです。きっとね、みんなの周りにもね、同じように思ってくれてる人がまあ中にはいると思うんでね、そんなにこうまあ心配しなくても大丈夫です。まあ中には変な人もいるけどね。中には変な人もいるけど、うん、大丈夫、心配することはない。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。